はい、こんばんは。こんばんは。こぶま酒のお時間です。はい。ちょっとおっしゃいましたけれども、うん皆さん雨の心配をしていただいてますが、まだそれほど強くはなってないですよね。そうですね。うん、雷とかの予報ですもんね。うん。東の方に台風が結構ぶつかりそう。意外と降ってたっぽいよ。あ、そうなんですか。中で作業してたら分かんないですけどね。そう、ちょっと今日の背景は、夏ということで、南国っぽい感じしてますが、って言ってももう北海道夏北海道夏もう終わりそうですけどね。はい、うん、早いですね。何そんな振りでした。え、ここももクロ、え、逆にそれ分かんないっす。あ、すいません。あ、みんな分かってた。みんな分かってるんだ。ももクロが分かんなかった。いやーね、そうダメですよね。ちゃんとそういうのもね、分かってないとね。モノクロか、二人のアイランドまでしか分かんなかったですね。意識高い系でよろしく。すいません、チェックしてきます。なるほどね。ほら、ももクロ分かんない人もいますよ、みんな。こう、金土で札幌行ってきたよという、ポンセニーヤさん。あ、それね、ちょっとね、まだ充電間に合ってない。こっちで、最初の SE こっちで出すんで、後半使ってください。札幌土日、僕土日逆にいなかったんですけど、なんか暑かったらしいですね、札幌も。暑かったですね。うん、そうなんです。関西の方ね、なら土曜日、なら日曜日、大阪でのひたすら飲んでました。一日中飲んでました。まあそうです、ボーンついでにあの同窓会あったんでね、ちょっと顔を出してきましたけども、楽しかったですよ。うん、ああ上げてたやつね。だいたいそうですね、男子は10人に1人ハゲてるんですよね。あれなんすかね、なんかあのね、仲良かったやつはもう初対面でハゲったらいじれるんですけどね、そんなに喋ってなかった人のハゲを見た時ね、困りますよね。あどうもみたいなね。うん、いや、そう苦労してんだっつって。いや、そうなんですよね。まあ僕もそのうちハゲるんでしょうけども、まあハゲたらハゲたってね、しゃあないですからね、それは。すごいだるまとか投げてくれてる人いますか。おお、すごいだるま飛び交ってますね。はい、ハゲって外国では、そうね、外国ではセクシーな象徴ね。ロシアとかだからハゲてる方がモテるらしいですよ、僕の情報では。だから僕ハゲたらロシア行こうと思ってるんですけど。それいいですよね。うん、斉藤さん、うん、いや、モテるでしょ、斉藤さんもロシア行けば。斉藤さん別に日本でもモテてるでしょ、きっとね。伊藤さん、スキンヘッド似合いそう。あ、スキンヘッドね、そうですね。あの、でも僕はあえて今絶滅仕掛けてる、ほらバーコードを保存しようという。え、俺様スキンヘッド、あんかさんは五輪狩りぐらいですか。短いやつね。そう、だからちょっとハゲてきたらね、必死にバーコードをしようと目論んでるんですけどね。あっくも様もハゲるの、遺伝とかあるの。大王もハゲてないですもんね。うん。あ、てっぺんに10円ハゲある説。そんな説がある。気づいてました。ちょいちょいね、ちょいちょいなんかそれに見えるとコソコ
そって言われますもんね。あれハゲてなかった今みたいなね。ね、そう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 。あとはあれですよね。激しくギターを弾いてると手のモフモフもちょっとね削れてきたりしますからね。ああアイアンもハゲてる。まあね、まあまあまあ、いろいろあれもまた生えてきますからね、そこはね。というわけ でこの番組の説明をいたしましょうか。はい、前回までで、ボリューム7のデータが揃ったのかな。この番組は悪魔様が手下の皆様からいただいた日本酒を美味しくいただきまして、このような悪魔様なりの評価をチャートに記しまして、それを一冊の本にまとめて、皆様の元にお返しするというね、そういう趣旨でやっている番組でございます。うん、美味しく楽しくがもっと、そう、うん、そうですよ。英語版の小熊酒の本配り切ったの、配り切ってまいりましたね、サンフランシスコの方でね。あれどうだったんですかね、反応。海に渡った小熊酒、そう、ついに、英訳され海を渡り、こんなしょうもない本が どうでした、渡したその場でこうパラパラ皆さん見てもらいましたよね、反応というか。うん、うん、そうそう、アメリカの方々の反応、表情は。What? え、まあそうでしょうね。そうでしょうよ。そうなりますよね。何が起きてんだこの紙面でっていう、ね、一つも分かんないみたいなね。酒サミットの会場でも配ってましたよね。配ってましたね、自ら。まあ、そこは親和性もあって、うん、ほら日本酒についての本なんだっていう入り口からだから、まだ理解してもらえたんじゃないですか。そうですね。うんうんうん、うん、ああ熊が酒について語るわけないって言ってた。そうですね。そうですね、そりゃそうですよ。そう、僕はお留守番組でしたよ。僕大体あれですよね、海外だけは連れて行ってもらえないっていうね。日本の現場大体行ってるんですけどね、どこも。なんすかね、お前は。お前はマーティーフリードマンかって。ギターね。そうっすよね。何故僕は海外に連れてってもらえないのかって、僕も分かんないです。パスポートだけは準備してるんですけどね。なんですかね。なんかボフボフ聞こえる音がですか、音声大丈夫ですか。ああ伊達さんは国内のイベントもそんなに遠征行かないですよね。そうですね、半年は毎年行きますけど、うん、大きいのしか行かないですね。酒飲みにだけ海を海外でこれやるの。これやりますか。いいお酒をね探して海外行きたいですよね。うんうんうん、ああなるほどね。泊まってたのが Airbnb で泊まって、うんうん、まあ人んちの、部屋を借りたやつですけども、まあそうですよね。回線あって、まあまあちょっと自由にできる環境あって、でお酒好きなの買ってきたらね、もうできちゃいますよね。白川郷とかあったよ。え、アメリカにですか。すごい、輸出してるんだ。そう、場所の話で言ったら今日本当は外からやろうとしてたんですよね。夏も終わるし、
バーベキュー、あーセットバーベキューセット買ったんですよ、みんなで、はい、で2回やって飽きちゃったそうそうそう、せっかくだしもう外でお肉とかお魚とか焼きながらこれ別に中継できんじゃんって言ってたら、うん、雨降っちゃったんですよね。そう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 、この前うちの須川と桶の福岡の方行ってて、お土産で明太サンマとかあとは普通の明太子とかね買ってきてくれて、そのサンマ炙ろうよって言ってたんですけど、はい、まあ、なんせ雨でね、公開生放送、いや本当そうですよ、でも あんなとこでやってたら人集まってきちゃいますよね。おお、来ました来ました、一つ目のお酒が悪魔会じゃなく、おお、こぐま酒会ね、こぐま酒会、こぐま酒会もうなんすか、ひたすらみんなで飲んでああでもないこうでもないっていうだけの、みんなの前でこれをすればいいってことですか。首藤さんゲスト俺がもしお酒を作ってる人間だったら絶対嫌ですけどねそんなね、いやいやいや、だっていや秋間さんのこと分かってたらいいですよ、ただ何も分かってない人がちょっとお酒の番組あるんでゲスト出てもらえますかって言っていきなり熊が酒浴びてたら待て待てってなるでしょそれはなるでしょう、うん、ね、というわけでちょっと本日1本目のお酒が出てきたので、はい、ボトルの方こちらにね、そうですね、こちらです、またちょっとカラフルな、カラフルな、ボトル出てきましたよ、見えますか。じゃあよいしょ、あちょっと引っかかっちゃった、伊達セブンということでいいんですかね、はい、デートではないですよね、伊達ですよねこれ、多分伊達という話です、はい軽くちょっと情報読みましょう。あ、宮城県ですか、きっと伊達でしょうね、うん、宮城県大崎市の株式会社新沢酒造店 K この K って何なんですか、酒造店違うか、醸造店 K、 ちょいちょいこういうなんかアルファベットかな醸造店かなってことですか、のお酒です、なのかなってことですねの、伊達セブンというね、ちょっとボトルはまあまあワインシャンパンみたいなねボトルですが、はい、ついでもらってますんで早速ちょっと乾杯しましょう。スパークリングらしいですね。あ、スパークリング、はい、はあ、大丈夫ですかねいただきましょう、乾杯。おおちょっとあったこれは過去最強炭酸強いですね。なるほどね、夏っぽいっちゃ夏っぽいですかね、うん大丈夫ですか全然動かない動きがちょっと待ってください、手拭きます、手拭きちょっと当ての方を出してます。いやそうですね、生で言うなんていうねなんだろう、うんいや言わないでおきますわ、うん、かる、わかるよね、あ、オッチのとこね、大崎市、なるほどなるほど、オッチのところのお酒ということで、ちょっと僕がね、いろいろ言う前にね、この思いをね、こちらのチャートシートの方に書いていただきますか。もうちょっと一つ二つぐらいパパッとね言いたいことが出ますよね、一口飲んで、
すみません、なんかちょっとタイムラインが早くてこう今日全然終えてないですが、うん、まあでも炭酸はねよく冷えてるしね。一つ目の項目、モロスパークリングド5。そうですね、これは過去ないぐらいシュワシュワ来てますね。獺祭スパークリングの2倍炭酸きついですね。うん、ただ分かった、そう、いや言わない、ほらみんな夏にいいねとかシュワシュワいいねスパークリングいいねって言ってくれてます。ただ、うん、何、乾杯酒度5。そうですね、もうこれはみんなでワイワイ、いい表現ですね、騒ぎながら飲むのにぴったりのね、爽やかなお酒ですよね。ただですよね。うんうんうん、なんでしょうね、うん、今日のあては何、あ、今日のあては、はい、今日のあてはね、あぶれなかったんでオケノが買ってきてくれた、明太子、はい、太もの明太きりこお得用ですね。お得用買ってきたんですね。いやでもこれしっかりしてますよね、なんとどこの、福岡市、株式会社なんていうのかな、地下営ですかこれ、読むかな、ちょっと聞いたことはないですが、料亭もされてる会社さんだそうですよ。ともう一つ、これはどなたがくれたのでしょうか、北海道ヤンシュードスコホイ、何何ドスコホイ、ホッケの燻製、うんうん、株式会社ヤマニ野口水産部門医師の会社です、なるほどね、ちょっといい匂いしてますよね、いい匂いしてます、お箸ある、あ、お箸忘れてました、はい、コアちゃんがもらった箸だと思うんですけど、コアちゃん箸ですね。できました、3つ目、3つ目の項目がこぐま酒本ボリューム7前祝い堂5。祝いますね。そろそろめでたいこともなくなってきたんじゃないですか。、うん、なるほどね、ボリューム7にかかってんだよってことね。このそもそも伊達セブンのセブンはどっから来てるんですかね。ああ、七色に輝くビッシュ、うん、セブン、伊達セブンね、なるほど、そういうことか、そういうことらしいですよ。ちょっと後ろの説明読みますよ、今期の舞台は博楽星を醸す新沢醸造店、どういうこと、どういうこと、博楽星、あ、分かりますよ、あ、へー、ちょっと最後までいきますね、我々が挑んだのは究極のスパークリング清酒、控えめながら心地よい果実香と優しい甘さ、そこにきめ細やかで上質な泡が見事に融合、七蔵の技術と情熱の結集がここに、うんうん、複数の蔵元さんで一緒に作ったってことですか、そういうこと、しかも伊達セブンなのにエピソード2って書いてますよ。七つの酒造さんが一緒になって作った、へえ、すごい、だからなのかな。だからなのかもしれない、ね、うん、そうそう、ネクスト5ってありましたよね、
言ったらまあまあ地域でこうみんなで頑張っていこうやという企画ものですよね。これは、ま、真似事って言ったらダメですけどダメですけど、まあまあこれもそういうのの一つってことですよね、宮城県の、倉本さんと一緒になってってことですか。うん、うんうん、あ、この明太子すげえうまい。めっちゃ昆布の出汁が染みてますね。うん、あ、美味しいわ。ああ、コメント来ないなと思ったらスクロールした状態で止まってたんですね。70件来てました。中山さんに明太子を持ってってあげて。なんでなんで、あ、美味しそうって言ってました。ああ、すいません、もう流れちゃってました。伊達もやし堂にこれそう、伊達セブンってなもんだから伊達くん宛に初めて来たお酒なんですよ。こんな洗練されてないわ。そう、まず朝起きれない朝のあのすっきりさっぱり感のなさね。爽快感はない。朝来たらなるべく存在感消して入ってきますからね。せっすいや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 つってうん、いやすげえ美味しいなこの明太子。リトル氏左利きだったの今聞かれてた。あ、そうですよね、僕は左利きなんですよ。画面だと分かんないですよね。オーラ消す技現れてますけど、そう、朝っていうか昼なんですよね、伊達くんが来るのは。大体最近なら2時とか、うん、そんなもんでしょうかね。あ、取りに来ました。あ、おっせ、じゃあ持っていかれてもあれなんで、そこで食べてください。あれですよ、あのちゃんとレビューしてください、ね、食レポしてくださいね、伊達くんのマイク使って。あ、ちょっと待ってください。お米欲しいです出た。美味しい。美味しいよね、それ。あれ、それだけ？バッグ続けて。いや、そんなこと気にしないです。一応ほら、お酒とか食べたものを評価する番組だから昆布の出汁が染みててとかさ、そういうのを。帰ってきました。めっちゃ減ったけどね。量だけはめっちゃ減りましたけどね。帰ってきましたわ。本当セコマでライス買ってきてほしいぐらいですよね。というわけで、あと5つ目の項目まだですが、そろそろあの僕が言いたいことを書いてもらってもいいですか。ね、中山さん犯行どうだった？何の話ですか？そういうことですけど、そういうことですけど、 0.5 0.5 って、そう、5つ目の項目、日本酒度 0.5。 そうなんですよ。あのね、あ、すっきりさっぱり超絶爽やかなんですけど、完全にもうこれは日本酒ではないですね。なんていう、うん、そうね、そうっす。逆にもうシャンパンですって出されたら、それまでっていうか、シャンパンですって言われたら、でもなんか日本酒っぽさもあるねみたいな高評価あったかもしれないですけど、なんかもう気の抜けたスプライトみたいなね。気の抜けたじゃないか、あのあれですよね、カクテルはあるソーダみたいな。言い過ぎだ。 0.5 って書いてるじゃないですか。もうちょっとあんのかと思った。甘く
口ですね、どっちかといえば。そんな甘ったるくはないですけど、うん、やや甘ぐらいです、うん、いや、一口目はこんぐらいがみんなで飲めるのさ。そうですね、いや、本当そうかもしれないですよ。日本酒苦手な人でもね、これは飲めるでしょうし、別に日本酒が好きな人がこれがダメかって言ったらそうでもないですからね、うん、こういうのが、好みの人も絶対いるはずだと思いますよ、というわけでじゃあベスト当ての方をねお願いします。女子におすすめおすすめって聞かれてますけどちょうど書いてますね、うん、そうね、女子の笑顔が見たいならこれなのかなって。いや確かにね、辛口のジーマみたいな感じなのかな。ジーマともまたねちょっと違うな。本当、まあ本当乾杯にもってこいのお酒っていうね、シードルの甘さ削り、そう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 、本当にだからね、ワインと日本酒の中間で炭酸強めみたいなね感じですかね。そうだから、あの日本酒鼻に抜けるふわってするのが苦手な人はこれもう全然来ないですよね、うん、298円。いやそんなことそんなことめっちゃ高いって言われるそれ一番ひどいわ298円ってことはない、全然全然丸一つ違いますよ、ね、でもなんかラベルは本当にセコマに売ってそうなね出してますけどね、チリ産ワインみたいなね、あ、そう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 、カルベニスオピニオンね、うん、まあまあまあ、でも美味しいですけどね、美味しい。日本酒飲んだグラスでそのまま炭酸水ついじゃった感じ、うん、うまいよ。ああでもね、 うまい言い方かもしれないです、それそう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 、おすげえ、ちょっとグラスに残ってたのに炭酸水そこに入れちゃって飲んだらこんな味しそうだよねでも僕ちょっとね、正直炭酸が最近苦手というか、炭酸を飲むと酔うんですよね。だからこれ飲んでたら酔っ払いそうですね、うん、うんうん、これが好きな男子は嫌いなんでよそんなことないでしょうんうん、うん、男にあらずいやいやいや、そんなちゃんと、うん、味はしますよ。味が薄いって言うんじゃないですよ、なんかそのね、方向がすごい変わってる方向に向いてるって、ね、それだけです。うん、じゃあなんかそうなんですよね、やっぱり好みってあるじゃないですか。好みに合わないお酒をうまく褒められないっていうね。豪快の真逆だねその辺にしておきますかね、豪快、うん、豪快ではないですけどね。ポンってやってラオウがこれ飲んでたらどうするがっかりしますねそれはね、なかなかラオウクラスいないじゃないですか、この辺にラオウがこれ飲んでたら俺がっかりしますよ、それは。どうだけど、別に普通の一般の男性が飲むのでいいじゃないですか、うん、ラオウは飲まないね、これはこれ飲むのはまあ10座ぐらいですよね
何でもいいやつそんなことない。なんかこういう感じが好きそうじゃないですか、爽やかな。久々こんばんはという方いらっしゃいます。久々に見てくれてるんですね、ありがとうございます。こんばんは。まあ伊達さん用だからちょうどいいんじゃないかっていうね。あ、なるほどね。男らしくはないですからね。男らしくない、繊細ってこと、あ、そういう感じでもないですね繊細でもないですね。そんだけ言って残り誰飲むんだっていう話になっちゃうんですけど、まあそうですね。いいですね、何でもいいやつね。下にこのジューザー風悪魔さん書いてくれましたけど、これちょっとしゃべっておきますか。はい、悪魔さんポンってやってっていう、ポンってやってっていうリクエスト来てます。ポンってやってる、ちょっとさ、音全然響いてないじゃないですか。ちゃんとまだちょっと吸っちゃう。っていうねこともしつつもういいです。あ、巻き込まれました。痛い。久々見ましたね、挟まれゲー。挟まりますからね気をつけてくださいよいしょ。じゃあ何でした。何バカ野郎っつって、親指はけちゃいますねこれ。あ、転倒しちゃう。いや痛そうって言われて。ああみんな挟まってる悪魔さんが好きなんですね。大げさ。死と隣り合わせだから確かにあのちょびっとだけ挟むと一番痛いですよね。いや残りも美味しくいただきますよ。これはあの伊達くんがいただいたお酒なんで、伊達くんが美味しくいただきます。というわけでじゃあベスト当ての方ね、お願いいたします。でもこのお酒逆にいろんなもんと合いそうですけどね。明太子が美味しくてホッケの燻製なかなかいかないんですけど雑太もの明太子もうちょっと丁寧に考えてください。太ものそれだ、今食ってるやつだそれでいいだろみたいな いいじゃない出てきたんだから三つをみたいないやでもまあまあこれは本当に和洋何でも合いそうなお酒ですよ。悪魔さんこんばんは、今来たかと思いますね。明太子しか褒めてないっつってそんなことないですね。お酒も美味しかったですよ。じゃあ例えるならばこのお酒をね例えてもらいましょうか。キャッチコピーをね、今日何本ですか、何本飲みますか。3本、一応3本の予定ですかね。はい、今日から今日飲んでる分からはボリューム8に掲載するようですからね。もうそうか、そんなですか。ボリューム7がやっとちょっと、作り始めたので、
ス先ぐらいに間に合うかなっていう感じです。ボリューム7の一緒になんかね、おまけ商品は何にしようかっていう考えたんですけど、あれそういえばこれやったつもりだったけどこれ出してなくないってことで着るやつにしましたよ。着るやつタンクトップ。タンクトップっぽいものにしようかなっていう。あ、さっきだけにノーニューヨーク第2弾、それも良かったですね、確かに、うん、タンクトップわらわらっつって。森時タンクではないですよ。あの配ってたショッパーが欲しい、確かにね、確かにそれは、いやもう本当にどうしてもあれが欲しいっていうんであれば追加生産をしますが、ちょっとね、ちょっともうちょっと先にしますか。なぜタンクトップ寒くなっちゃう。いやいや、タンクトップなんてもやし年中タンクトップなんね、冬でも、うん、あそうですね、だいたいあのね、雪道にはまった車を助けに行くときはバッサーって脱いでタンクトップで出てきますけどね。タンクトップは白ですか。いや、すいません、タンクトップではないです。ないですが、まあまあまあね、T シャツとかにしようかなという感じを考えてます今。欲しい、ショッパー欲しい、ショッパー、ショッパーやばいですね、ショッパーの人気やばいですね。そうか、ショッパーそんな人気なんだ。ではでは、本日1本目のお酒、だってセブン、例えるならばこちらです。じゃじゃん、いきますか。はい、7人の勇者が醸し出す泡と弾けるパーリーナイ。赤さん、まだ映ってないです。というわけでね、本日1本目、宮城県、の伊達セブンでございました、はい、ごちそうさまでした。うまいこと言ったっつって、うまいです。そしてそしてもう早速、はい、2本目が来ましたね。よいしょ、皆さんのそのうまいことまとめましたねっていうコメントがいいです、ね、なんだこれは、ん、ん、酒か、酒か、なになに、酒ですよ。いや、1本目のこともあるから。1本目が酒じゃないみたいな。いや、確かにね、ボトルはね、さっきにも増してちょっと風変わりな、はい、高級そうであり、ちょっとね、変わった、形の、なんすかこれ、キスオブファイヤー、はい、ほほ、ちょっと説明読みますね。あ、英語でした、やめますね。箱ください。英語任せろ。中二英語しか知らないじゃないですか、熊さん。なんて書いてます、ちょっと端折ってちょっと僕に教えてもらっていいですか。箱は大して説明ないんですね。お、え？石の上にも3年、すげえのできたってさ。
石の上にも3年って絶対書いてないでしょ。まあ、まあ、すげえのできた、すげえのできたんだ。なんかこのラベルじゃない箱にノーベル賞受賞者ナイトキャップパーティー採用集え、なにノーベル賞受賞者は何ナイトキャップパーティーってするんですか。うん、いやいや、そう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 、そういうことですよね。うん、本当かよってみんな疑ってますけど。ナイトキャップパーティーってそもそもなんすか。僕したことないですね。ちょっとこれ見てる方でナイトキャップパーティーしたことある方教えてください。パジャマパーティーとか、そういうことなのかな、うん、そういうことだよね、うん、だから言ったらもう一番砕けたファッションでやろうぜっていうことですか、うん、そういうことですよね。危ない危ない危ない、かわいい。うん、そうね。うるせえなあ、もう寝てくんない。まあまあ、こういうことちょっと違うかもしれないですけど、まあ、ノリ的にファッション的にはこういうことですよね。ちょっとしゃべっててください。これは素晴らしい絵ですね。かわいいよ。帽子がかわいい。まあ、寝るとき、寝るとき悪魔さんパジャマではないですけどね。いや、なかなかこの絵はちょっと商品にしたいぐらいいい絵ですね。一緒に寝たいって言われてます。パジャマの悪魔さんかわいい。普通に考えれば公式なバースパー。いや、そうなんですけどね。まあ、ナイトキャップパーって言うんですね。何？秋ヶ瀬スポーツセンター。ん？あ、僕らがうるさかったですね。四季のね、この前コンサートありましたけど、だいたいね、あのね、あの遠方組がね、合宿場みたいなところに押し込まれるんですけどね、だいたいこう寝ないやつがいるっていうね。こんな惨状もありましたよね、うん、いやいや、あれですよ、みんながほらまだちょっと喋り足りないかなと思って、気を使って喋ってるんですよ、僕らは。うん、サイン、あ、サインかけとかね。イラストかけとかね。今度自分じゃなくてニャジロ書いてとかね。いろいろ注文つけられるやつね、ありましたありました。あれガタちゃんブースですごい高値で売れたらしいですよ、オークションして。オークションなんて、オークションしたんですよ。すごい、うん、でその売り上げで2日目の夜また合宿所でガタちゃんがみんなにピザをおごるっていう。好きなだけ頼むっていうね。そう、ノーニューヨークが生まれた合宿場ですよ。今年はね、まあ今年もいろんなことやってましたけどね。あそこは本当に売り上げで打ち上げ、そう、そういうことですよ。これいくらでした？3枚みんなで寄せ書きして3万5000円とか。すごいですね、うん、もうすごいです。まあでもあれはね、激レアですよ、本当に。あれちょっともう自分で見ててもいいなと思いました、あれ。うん、じゃあみんなに書いてって言いながら、何キャラ分ぐらいのあれなんですか。ちょっと書いて、めんど、寝ろよっていう。カタちゃん、カタちゃんこれ、ね、これカタちゃん。ちょっとつるっとしてますけど、カタちゃんらしいですよ。そう、ガタちゃんがあのパズルっていうイベントだったからね、あの、うん、無地のパズルを持ってきてたんですよ。そこにみんなで絵を描いて、はい、素敵な絵のパズルが仕上がるっていうね、
そう、夜な夜なみんなでやってたんですよ。へえ、2本目飲みましたっけ。そう、まだ乾杯もしてないですよ。これね、今日脱線しすぎでね、2本で終わるんじゃないかと僕思ってます。夏の思い出だね。あそこ楽しいですよね。なかなか普段あんまりおしゃべりしないキャラさんの関係者さんとか、ね、修学旅行砕けないわけにはいかない環境なんでね。最初の頃は4本飲んでたのになあ、そんな時期もありましたよね。もう4本無理ですよね。じゃあちょっととりあえず2杯目の乾杯しましょう。なんすかこれ、キスオブファイヤーね、はい。ナイトキャップパーティー採用酒ね、いただきます。乾杯。うん、長いな。ラジオだったら事故のやつでしたね。染みてるねって言われて、染みてますね。だいぶちょっとお口に染みてしまいましたんで。なるほどね。どうですか。これももちろん日本酒ですよ。これも日本酒でございます。なんですかね。お口に合いましたかってこれは。今知りました。あのコメント欄の星マークってこれ NG ワード伏せ字なんですね。おお。みんなほら、あの悪魔さん風に札幌って書くと殺すの字が伏せられて星になる。なるほど。星ホロってすごい見るからなんだと思ってたんですけど、伏せられてるんですねこれ。殺すとか良くないよ。じゃあこれなんだろう、このたくみさんの、なんだろう、これなんで伏せられたんだろう。なんて書いてました、1文字目。びちょびちょではないですよね。え、なに H? なに H? ああ、なんだろう、ちょっと星、いや、これは炭酸ではないです。これはほらほら、札幌だとこうなっちゃうでしょ。びちょびちょ、あ、びっちょびちょ、あ、ビッチだ。あ、びっちょびちょだから、びっちょびちょのビッチが伏せられたんですね。あ、なるほどなるほど、そうかそうか、ビッチはダメっすよね。ビッチなんて言っちゃダメ。そうかそうか、しゅ、ん、じわ、じわわわ、じわわわにしようか。なに、じわわわ、うん、びっちょびちょはだからダメらしいですよ。そうかそうか、なるほどね。もうほら、星も星になったもんっていう、もう全然分からへんことがね。ちょっと角田星広間だったんですけどね。これ伏せられてないですよね。なるほどなるほど。あ、結構あれなんですね、弾かれるの厳しいんですね。パンツもダメ。パンツがダメ、パンツがなんでダメなんですか。パンツも星になったって書いてます。パンツはいいでしょ別に。なんでなんで、そうなんですね。じゃあちょっとこの2本目なんだっけ、何オブファイヤーでした。キスオブファイヤーね。これどこのお酒なんかですか結局のところ。石川県加賀市鹿の酒造株式会社さんですかね。
それ以上のことは書いておりません。なんせナイトキャップパーティーだっていうことですね。コグマ酒でコメントしようとすると星だらけ。別にこの番組が下品ってわけじゃないですけどね。喉、うん、越し透明感5、うん、なるほど。あ、合ってます合ってます。異論ないです。うん、透明ですね。透明。悪魔さんはもう一回ナチュラルな投げチッスお願い。あ、キスファイヤーのキスを忘れてたからね。それで教えてくれてたやつを見てもう一回欲しくなったわけですね、みんなね。キャーっつってますね。キャーって言ってる人とあと爆笑してる人いますけど。あ、注ぐ音がいいですね。トクトクトクってね。二つ目の項目、中身外身柔らかボディ。あ、うまいうまい。うん、そう、まあね、見た目通りね、このね、曲線が美しい、ボトルと、それになんともマッチしたね、柔らかいこの舌触りというかね、味わいですよね。うん、うまい。鼻血出るわ。おおおおって言ってますけど。もう一回してもらっていいですか。自然。爪とか先は作らないこと。自然になる。スルッといくやつね。やいっつってますよ。さっきから寄ろうとするんですけど、カメラ触る前にされちゃうんで。全然寄れないっていう。やんって受けるな。コテ。もうキャーキャー言ってますよ、みんな。疲れた。違います、僕ちょっとね、それこそ昨日帰ってきたんですけど、土日でね、飲んで騒ぎすぎて、もう喉がね、枯れてしまってね、さっきからちょっとイガラっぽいんですけど。毎回してください。毎回してください。見逃した。もう一回。ここに置くのが、あ、なるほどね、投げキッスにこれが被る NG ってことですね。じゃあ、かぶりなしで最後にもう一回してもらいます。瓶の位置、みんな厳しいな。3つ目の項目、パーリーナイトオブファイヤード5。まあね、ナイトキャップパーリーですからね。まあまあ、あ、すごい雷が、結構近いんじゃないですか、これ。放送大丈夫ですかね。ね、落ちたらごめんなさい。結構近くに落ちましたよ今。はい。燃えすぎて呼吸困難。ああ、みんな聞こえたっつう、雷来た。みんな近いんですね。激しい夜になるな。カタカナのレかと思う。激しい夜になりますよ、これ。これ多分、でも本当に、落ちたら復活できなくなるパターンなんで、その時は終了です。おお、皆さん結構近いんですね。聞こえたよって。落ちるのは恋だけにしてよ。読む方も照れるんですよ、それね。はい、というわけで、じゃあ4つ目お願いいたします。さすが悪魔さん、うまい。甘いって言われた。古いですね。いいですね。関東も結構降ってるんですか。何ああ、この今の雷の音が放送に乗ったってことですか。すごい、マイクで。すごい、そうなんだ。
いやいや結構でかい音しましたよ今ね。めっちゃ雨降ってきた。ますよ、うん、あ今の音拾うんだ。じゃあえじゃあ中山さんの喋り声拾っちゃうんじゃないですか普通に、ね、向こうで普通に会話してる、うん、かんちゃん何言ってるの。かんちゃんいました。あーできました。4つ目の項目ペギー早間の5ちょっと解説してもらっていいですかペギー早間をまあ知ってるか。知って有名ですもんね。僕はちょっと分かんない。ほらもう世代の壁出てきた、うん、同名の歌がある。キスオブファイヤーって書いてある。歌ってるんですねペギー早間さんはね。そうか、ペギー早間さんを知っててもその曲は知らない人が結構多いですね。へーがだいぶへー稼いでますよ、うん、ペギー松山はモモレンジャーちょっとわかんないですねなるほどね。物知りだな熊様って。かんちゃんかんちゃんこんばんは。かんちゃんかんちゃんどこ来ました。見逃しましたね。ああ落ちるのは恋だけにしてより笑ってるんですね。なるほどね。笑ってたら中山に何言ってんのって言われたんですねなるほどね悪魔さんの言ったセリフ繰り返して笑ったら自分言ったと思われて突っ込まれてかわいそう。嘆きすまちですって言ってはい、いますけどね。最後まで最後までお待ちください。この際伊達くんの投げキッスをって言われてますよ。もなかさんもなんか甘いこと言って。いや絶対嫌ですよそんなあこの番組は沈黙があるんで気をつけてくださいねみんな普通にありますんでね。じゃこれ3本目無理じゃないですか。最後5つ目の項目、はい、ファイヤー悪魔ファイヤード 3 うんうん、ちょっと解説もらいましょうか。解説解説あ特に深い引っ掛けはなかったんですねいやそういうのねえかなんかうまいことかけてんのかなと思ったんですけどそういうのもなかったな。ちょっとなんとなくねファイヤーつながりでね言ってみただけってやつね。そんな毎度毎度うまいこと思いつかないですよね。うんうんうんあうんうん燃え上がる夜のこといちいち解説するやついる何故3だったのかなっていうね、そこですよ、うん、ペン走ってますねこっちは火ついてますけどそのせい3なんですね5ではないんだ意外と冷静なんですね、うんうんうん、なるほど、ファイヤー、まあ、ファイヤードが3ということで、はい、じゃあベスト当ての方お願いします。ちょっとホッケの燻製がねなかなか手つかなかったんですけどこれやばいっすよ。これ流行るんじゃないですか。あれそのなんかまあ干物系はいっぱいあったじゃないですか。でもこれも、うん、燻製になったので初めてだったかな。OK
今日は。そうですね、珍しいですね。めちゃくちゃこのいぶした感が合う魚ですね、うん、ホッケって。今そう言われてみると、しょっぱすぎないのがいいですね。うん、なんかね、最初ちょっと甘めなんですよ、うんうん、でも後からその燻製の香りとホッケが最後に主張していくんですよね。これうまいな。なんだっけ、どこだっけ、ルモイだっけ。うん、ルモイ市篠ノ目町1丁目30今度行ってみます。俺様的ベスト当て、皆さんちょっと覚悟しておいてください。でベスト当てはチョコより甘くとろけるキス。というわけでね。うん、ギャーっつってますよ。パッケージ見せて、パッケージこんなんですよ。それ、ね、岡村ちゃん。ああ、分かる人いるんですね。チャーさん、1年くらい前に、あ、ちょっとタイムラインがもうキャーで流れちゃいました。読んでる途中で流れちゃいました。1年くらい前にホッケの燻製あげたの、あくまさん一人で食べたのかな。それがこれです、ね、違うか、そんなことないですね、うん、この前あくまさんの部屋のお土産ボックス一掃されてましたもんね。そっかそっか、じゃあまたもらったんですね。あ、来たっつって。なんでちょっと待って、まあ、ちょっと楽しそうな絵描いてますけど、ちょっと待っときますか。じゃ、みんなのキャーとかヒューとか読んでますか。いただけましたっていうコメントが面白い。やーんっつってますね、またみんな。どこでも売ってるよって。ん。なんすかこれ、黙っとけ。っていうね、ちょっともうね、黙らせます、ね、顔がもうぐちゃぐちゃになっちゃった。ちょっと撮っときます。いや、もういらない、いらない。ぐちゃぐちゃになっちゃったんで、いらない。今回海鮮食べてないですよね。うん、海鮮どういうことだ。手が顎かと思った。口塞がれてる。チスで口塞ぐ、笑。なんすかね。まあ、じゃあ例えるならば書いてもらっていいですか。黙っとくってハートマークつけて。そういえばボリューム7の前書きなり、追記を悪魔さんが今ひたすらしておりますが、前書きがまたちょっと甘い感じになってますんでね。甘い感じ。ボリューム7のね、前書き、ご注目ください、皆さん。表紙はね、まだ撮影してないんですよ。ちょっと今週中にはしますけれども、まあ、ちょっと夏っぽいのにしようかなと思いつつも、雨が続くようならそれを生かしたなんかにしようかなとも思ってます。ナチュラルすぎて見逃す率高い投げチス。321でやりましょう、321で。そんな興ざめなことあります。もう凝視しといてください、まばたきをしないでください、今日はね。そうなんですよね、今週ずっと天気悪いらしいんでね、なんかだったらそれを生かそうかなと思ってるんですけど、うん。いや、わかりました、読めばいいんですよね。いきますよ、悪魔さんの顔の横に出しますからね。本日2本目のお酒、キスオブファイヤー、例えるならばこちらです。じゃじゃん。唇に触れる甘さはひととき、喉元すぎて胸焦がす。映りましたか。
ごめんなさい。いやダメですね、途中でちょっとだけ笑っちゃいましたね。余韻って続くよね。続きますよね。というわけで本日2本目のお酒、キスオブファイヤーでした。歌人感って言われてますけどね。ロマンチストですね。刺繍出しましょう。あ、いいかもしれないですね。なるほどね。悶絶余韻というわけで、じゃあもう行きますか。頑張って3本目。はい、3本目巻きでいきますよ。巻き巻きでいきますからね。イメージが大変。いやまあでもそうですね、悪魔さん名言集でもいいですよね。ちょっとなんかそういうそういうのを出しても面白い。あ、すごい、さっきにも増してちょっと黄色いですね。さっきもちょこっと色ついてましたけど、はい、うわうわ、ちょうわ、え、うわ、え、匂い匂い、すごくないですかこれ。すごい、何、え、木じゃないですかもう。え、こんな匂いします。だって、どこの酒、ちょっと待ってくださいね。本日ラスト3本目は、お、出た、奈良県吉野郡吉野町株式会社北岡本店、純米樽酒、何、タルタルワインボトル、ヤタガラス純米樽酒、どれがお酒の名前、ヤタガラス、地元じゃん。いやそうですよ、奈良は地元ですね。奈良は言ってもほら林業の盛んな町ですから。でも吉野杉の香りってことでよろしいですかこれ。吉野といえば、いただいてみましょう。え、本日3本目のお酒がヤタガラスってことでいいのかな。いただきます。乾杯。すごい、わあわあ。これはちょっとうわーですよね。これはうわーちょっとやりすぎたんじゃないですかこれ。匂い、うわ、もうなんだ、もう木飲んでる感じですよね。すごい、こんなにな、何したらこんなに香りつくんですか。単純にその酒だるが杉とかいうそういうレベルの匂いのつき方ではないですよね。すごい、もう酒の味云々の前にこの杉の香りがもう、樹液ではない、樹液ではないですよ。なんていうのこれ。いやまあ、うん、そういうことなのかな。そういうことなんですかね。うん、いやまあまさに、まさにそうですよ。こちら見せますか。じゃじゃん、もう杉の木かじったぐらいのね。いや本当にね、香り、杉の木の香りがすごいっすよ。木の味ってどんな、木の味っていうか木の香りね。味はお酒ですよ、味はちゃんと日本酒してますけども、すごいっすねこれ。すごい雨降ってきましたね。音がやばいっすね。そうですね、今回の3本は何縛りか、お気づきになられた方いますかね。日本酒っぽくない
日本酒シリーズだったんですけど、クセモノシリーズ、まあそうですね、個性が強いお酒ばかりですねっていうのは、まあある意味正解ですね。はい、なんか中山騒いでますよ。屋根壊れるですって言ってます。屋根が壊れるって言ってますよ。遠くの方で。今日は英語で書いてある縛り、あ、偶然それもそうですね。そっちも、一つ目、杉の香り5。いやもうまさにですね、5どころじゃないかもしれない。もう突き抜けてますね。こんなにこんなに癖のあるお酒、これでもハマる人むちゃくちゃハマるんじゃないですか。壁薄いの、いやまあ薄いです。うちはもうプレハブみたいなもんですから、夏も暑くて冬は寒くて表ダンプカー走っただけでガッタガタ揺れますからね。すごい。お風呂に入れたらちょうどいいんじゃないっつって。まあ酒風呂プラスヒノキ風呂みたいなできるかもしれないですね。発酵しまくりとまた違いますね。色はついてますけど、うん、発酵系ではないですね、うん、そんなにその、枯れた匂いとも味とも違うね。二つ目、白州好き向けと、あー、ウイスキーの、ウイスキーのね、確かに確かに、うん、なんていうの、あのなんていうのあれあのわざと匂いつける製法、あの樽でつける、うん、焦がして、そうそうそう、まあ、出てこないんだけどね。出てこないですね。、うん、いやそれぐらい強烈にそのね木の香りしますよね。アイスのぼっこチューチューした感じ。あ、あのね、そんな遠くないです。うまい、うまいかもしれないですね。それね。うん。3つ目、辛口度 3.5。そうですね。これは、まあ、ちょうどいい、辛口度でございますよ。うん。あ、だから味は、匂いで本当に気を持っていかれますけど、味はしっかり、まあまあしっかり日本酒してますしね、やや辛口の日本酒でございます。味の想像できました、アイスのポッコ中継でした、ね。あ、すごい、千秋さんロンドンから視聴中です。おー、面白い。そうですよね、これは別にあのどっからでも見れますからね、ネットさえつながってれば。4つ目、ヤタガラスの足3。あ、そうですね、ヤタガラスと足が3本ある伝説の鳥でございます。どっか乗って、あ、乗ってました、ここにね、映るかな、ちっちゃいよこれ。太陽に住んでるんですよ、うん、サッカーのね、日本代表の胸のマークにもなってます、ヤタガラスですよね。お盆休み旅行です。いいですね、ロンドン、ロンドンいいなあ。たくまさんもロンドン行きましょうよ今度ね。ロンドン行きたいですよね。その時僕何としてもついていくんで。アメリカはねそこまでちょっと必死にもなんないですけどね。カー君の友達みたいなもんですよね、言ったらね。カラスはまあ、うん、あとね、ピート感強めの感じっていうのはちょっと確かにそんな気がします。ウイスキーとか、ああいう、そうね、うん、日本酒なのに背景はトロピカル。そうです、今日はだからその日本酒っぽくない日本酒シリーズなんでね、で夏っていうのもあってこういう背景にしましたけども、ロンドン行くならウイスキーですね。まあ確かにね、まああえてのロンドンで日本酒飲みたいですけどね。うん、できました。イラストなんでちょっと見せましょうか。はい、5つ目の項目こちら、じゃじゃん、カーク度1というわけでね、まあ位が違いますよね。こちらはね、あのね、伝説のね、伝説上の、まあまあ妖怪ではないか、まあ、神の近い、神様みたいな、ね、存在でございますが、まあカーク度はね、その辺のゴミにあさってるカラスとは違いますよね。違うか。
カー君はゴミ漁ってるカラスにお前らやめるでやんすって言ってる立場か。まあ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 一般のカラスとは違いますよね。というわけでじゃあベスト当ての方ねお願いします。あ、ジャパンエキスポね、そうそうそう、今年新庄君とか行ってましたよね、あれ行きたいですね。早い。俺様的ベスト当て、サッカー日本代表戦。なるほどね、ヤタガラスだけにね、そっかそっか、オリンピックはねちょっとね負けちゃいましたけどね、残念でしたけど。まあ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 、まあ、今度はねワールドカップありますから、もう予選始まりますからね、9月からぜひ応援しましょう。これを飲みながらねちょうどいいお酒ですよね。というわけで、じゃあ最後例えるならばをお願いいたします。ちょっと待って、巻いたらこんなに早くできるんですね。ここすごい速さでしたね。これだったら4本できたじゃないですか。まあまあいいや。悪魔さんサッカー興味あるの？ワールドカップとかね、大きい大会はねよく見てますよね。ただ今回リオはほら早起きができなかったっていう。それにつきますよね。そうですよね。このリオの予選はほら10時台とかにやってた試合が多かったですからね、早起きできず見れないっていうね。こうちゃん見てましたけどね、珍しくね。カー君にうちの方のカラスにもゴミ漁らないように言ってもらいたいです。どこ住まいなんでしょうね。なるほどね。パリに行った新庄君からお土産もらいましたが、悪魔様はアメリカお土産は？悪魔さん、そう、新庄君すごいのよ、お土産欲しい人買ってくよっつって、はい、へえ。あれ多分ものすごい数来たんじゃないですか。お土産ね買っていってくれてましたけど、うちそういうのしませんもんね。うちなんなら行った記念っつって去年物売ってましたからね。ひどい。リトルさん、悪魔さんにお土産もらった？もらってない、もらってない。聞いてます？サンフランシスコ行ったじゃないですか、僕行けなかったじゃないですか、お土産ないですか？うん、まあ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 ね、まあ、土産話はいっぱいもらえました。あ、いいこと言った。あ、他のメンバーからピスタチオもらいましたけどね。ヤタガラスといえば山城温泉、スパクロ君、そういうのがいいんですね。元気に帰ってきた笑顔がお土産です。いや、そんなわけないでしょ。コアちゃんもくれないの？コアちゃんあれですよ、買ってきたやつ俺の目の前で食い尽くしてくれてね。おいしいんだねそれっつって、それぐらいですよね。去年買ってきたお土産のショットグラス全然使ってないじゃん。おお、あったあった、派手なやつ。ありますね、今ちょうどここに。おお、見せて見せて。そうだね、そうだ、サンフランシスコ。いや、まあ確かにね。いや、それさ、やっぱテキーラでしょ、やっぱそれで行くっつったら、日本酒フィンガーワンね、日本酒だから。まあでもね、いいっすよねそれ、ちょっと、はい、おしゃれですよね。うん、おちょこみたいなもんじゃんよって言ってますけど、一回ね買ってきた時に使いましたけどね。ほんほん、なるほど。
本日3本目のお酒、はい、ヤトガラス、例えるならばこちらです。じゃじゃん。酒に染みつく杉の香りに誘われ晩酌、飲みすぎか。杉飲みすぎかっていうねなるほど。ちょっと今回うまいな数少ないですよそんなうまい顔ん飲みすぎちゃんワイルドだろ今回そんなうまくないくせにドヤ顔っていうね、そっちだね。あでもみんなちゃんと褒めてくれてますよ。できすぎか。すぎ。あれだわ。開けた瞬間キャップしてるやつだね。コーラのね。ワイルドだ。あれすぎちゃんコーラずっと使い回してたらしいんですけど、じゃあ実際それを一気に飲むっていういい友で生放送でその流れになって、実はもうキャップ開けてか2ヶ月ぐらい経ったコーラ飲んで死にかけたらしいですけどワイルドっすよね振られたら飲むんだと思っていやでもこれはちょっとねいいお酒ですね。そのうまいっていうよりはね、もうちょっとこういうお酒作ったっていうのがもう讃えたいですよね。全然触れるの忘れてましたけど、そのワイングラスで、あ、本当だ、なんか見かかってましたね、はい。ワイングラスで美味しい日本酒アワード2014、結構古いですね金賞受賞、うん、香りを楽しむ用の、まあそうですね、飲み方としてはワインに近い楽しみ方の方がいいのかね。ワイングラスで飲まないワイルドだろう一応探したんですよワイングラス。ワイングラスで飲んで美味しいっていう賞取ってんのを知っててワイングラスで飲まないワイルドっすね今知りましたけどね僕は。ケムさんにはなかった。ああそうなかったっすねそもそもワイングラスないないないぜ、うん、結構古いじゃないですかこれ。そう言われたらでもしっかり味はしてますね。というわけで本日3本なんとか収まりましたけど、これはボリューム8の方にね、はい、掲載。ボリューム8が出る頃には、うん、ボリューム7作ってるんでしょ、うん、そうですね。まあ、ほぼほぼこれからなんですけど、悪魔さんの執筆待ちだったんで、もう今日ずっと書いてますもんね、うん、だから明日あたりからちょっと編集作業入りますよ。ボリュームちょっと7には間に合わないですけど、もし、間に合うっていうかみんなの希望が本当にあるようならボリューム8のおまけ品として英訳版例の英訳版いや見てほしいんですよ僕は、日本語版を読んだ人に特に見てほしいんですよ。プラス、まあ、ショッパーの 再生産とかもねできたら考えたいなと思ってますよ。なんかあのまま終わらすのもねちょっともったいない。ボリューム7はだからさっき言ったタンクトップ嘘 T シャツ冬に9月ですからね、まだちょっと T シャツだったらまだいいかなと。バックプリントで例のマークが、例のマーク前掛け、おちょこ、マス、手ぬぐいに鈴木、このマーク入りの、もうほぼ T シャツもしくはタンクトップね、うん、出したいなと思いますね。いいねっつって。というわけでもうすごい最後きっちり時間合わせてきますな、熊さんぐらいになると。本日も最後までお付き合いありがとうございました。
はい、次回放送はね、ちょっと今決めれないです。なぜかも言えないですまあまだもう9月中にはやりますんで、ぜひお楽しみにしてください、というわけでじゃあいいですか、はい、本日も最後まで、はい、ちょっと雨がねひどくなってきたんでね、修復作業に、壁の修復作業に、ね、参ります、はい、というわけで本日も最後までありがとうございました。また次回お楽しみに。さよなら。最後にじゃあちょっと寄ってもらっていいですか。